さゆちゃん、はい、来ましたね。ちょっとこれどういうことですか。前に大好きなやつ並んでるね。テンション上がってる。もう今すぐ開けたいんですけど。ね、ダメです。で並べてふーちゃんがただ飲んだくれる動画何の意味もないから。違います。今日はキキビールです。おお。やっぱふーちゃんといえば酒好き AD として有名じゃないですか。有名ってこともないか。まあ相当ビールが好きですよね。大好きです。ですよね。じゃあ果たしてね、本当にビールの味が分かって飲んでいるのかっていうことを今日はちゃんと検証させていただこうかと思います。今日外すようなことがあったら今後飲むお酒は発泡酒に限らせていただきます。あ、でも飲ませてはくれるんですか。まあ飲む場合はね、仕方なく飲む場合は、まあ、発泡酒ないし第3のビールに限らせていただきます。はい、私が当てたら何かあるんですか。なんか予防あります。じゃあ、当てたら、このグレーのパーカーの新しいやつを買ってもらいたい。また同じ新しいグレーのパーカーでいいの。いいですよ、じゃあ新しい、ちょっといいグレーのパーカー買ってあげますよ。ちょっといいやつ、はい。もし外したら、まあ、さっきも言いましたけど、当分、発泡酒でお願いします。あ、生ビールは生ビールとか、まあ、ダメですけども。きついわ。そうかな、そんなにきつくないと思うけど、発泡酒飲んでいいって言ってるし。いやでもやっぱあのロケ中のビールほど美味しいものね。うん、本当は飲んじゃダメだけどね、ロケ中は。今日のルールとしては、はい、これからあの目隠しした状態でこの中のどれか飲んでもらいます。でその飲んだものと同じものがどれかっていうのを目隠しを、まあ、取って当ててもらうと、実際に飲んでね、はい、当ててもらうということになってますので頑張ってください。さあということで今ふーちゃんにはヘッドホンしてね爆音で音楽を流して目隠しをしてもらってるので全くこちらの声が聞こえておりません。ということで今日ふーちゃんに飲んでもらおうと思ってるのはこちら。まあこれ新潟だとねもう本当にどこ行っても売ってますので、これは結構わかるんじゃないかなと思いますが、はい、あ、目隠し取らずに、はい、飲んでください。はい、お願いします。もうだいぶ匂いも嗅いでます。いやいやいや、そんな飲む、そんな飲む、一気飲みする。あ、ね、あれ普通にビール飲んでない。味よ、ちゃんと味大丈夫、わかった、味わかった。もう一杯もらえていいですか。いやいやいや、もう今の、今のもう一杯だけならいいよ。あ、じゃあもう一杯お願いします。もう一杯行く。はい、普通さ、キキビールってなんか一口二口飲んでさ、はい、やるもんじゃないの。なんかそんな2杯飲む。ごくごく。リュアル、リュアル、いつもほらグビグビ飲んでますから、はい、その時と同じ感覚で行きたいな、うん、みたいな。じゃあ目隠しを取ってください。はい、さあ今ふっちゃんが飲んだビールがこの中にあります。ふっちゃん、はい、早速行きましょうか。でも消していくのもありですよ、全然。むしろ消していった方が、はい、最後絞った方がいいんじゃないですか。あ、なんかちょっと酔っ払っちゃったかも。いやいや、だからグビグビ飲むからじゃん。うわ、なんかだんだんどれも、あ、どれも美味しいから、どれもそんな気がしてきた。あ、なんで、あ、これじゃないな。でもじゃあ飲んでみ、飲んでみ。いいですか。うん、じゃあコップ入れて。いつも飲んでる、はい、そうですね、ロケで大好きなやつですよね。私が飲んだのは、はい、アサヒスーパードライではありません。ちょっとドキドキしちゃった。ドキドキしちゃいました。え、なんとなく目星はついてんの、これじゃないかなみたいなのある。いや、ありますよ、そりゃあるんだね。だって新潟 TV でしょ。新潟 TV です。いや、だったらもうこの2つ
の可能性はあると思うんですけど、うん、おー、なるほどね。でも、うん、そこをあえて違うのに行くっていうのが新潟 TV じゃないですか、うん、僕は絶対表情出しませんのでアドバイザーではありません。プレミアムモルツではありません。いや、だからそんな飲まなくていいのか。ビスビールではありません。さあ、うっちゃん、はい、残り5本まで来ましたよ。結構お腹いっぱいになってきましたね。だから飲むからじゃん。一口とかでいいのにな。キキビールだよ、だって。いや、うわ、でもこのエチゴビールとかさ、絶あ絞っていきたいから、うん、一番絞りですよね。絞りつながりってこと、はい、あ、そうですか。飲んでください。死のもの言わずに飲んでください。もうもう一番絞り。悪魔が乗り移ったみたいな声出しましたけど、大丈夫ですか？私が飲んだのは一番搾りはありません。ここの中に何かあると思うんですよね。ああ、なるほど。大丈夫ですか？だからここ、あ、そっち行く。はい、私が飲んだのはキリンラガービールではありません。あー、ほらね。いや、もうだってさ、味違いますもん。残り3本まで絞れましたよ。もうだ、ほんと、なんでこんな飲ませるんですか？だから飲まなくて、別に一口ちょっと舌につけるぐらいでいいですけどね。そうだったんだ。味当てるだけですから、別に。当ててくださいよ、でも。いや、当てに来てますよ。当てましょう。もし外したら当分あれですよ、ビール飲めないですからね。プライベートもですよ、ちなみに。でもまあ、読みはでも今のところ正しかったわけですから。いや、そうなんですよ。信じていくしかないんじゃないですか、その最初に思った直感で行くべきだと思いますよ。じゃあ黒ラベル、黒ラベルいく。あ、なんで飲み干すのか分かんないけどな。私が飲んだのは札幌黒ラベルではありません。やっぱり新潟限定とかで残すんじゃん。当たってましたね。ほら、さあ、どっちの新潟限定なんでしょうね。わあ、どっちだろう。まあ、とりあえずもう二択ですからね。うん、すごいいいとこまで来ましたね。来ましたよ。この時点でなんかもらえないですか？まだもらえないですね。この時点でも、もし次外したら同じ罰が与えられますんで。はい。いや、絶対欲しい。グレーのパーカー絶対欲しい。グレーのパーカーに対するモチベーションがすごいね。どっちか早く飲むしかないですね。じゃあ、そうですね、行きますか。これ飲みます。風味爽快にして行きましょうか。じゃあ、これはアルビサポの間でもおなじみですからね。あ、
そっか、ふーちゃんといえばやっぱアルビ好きですからね。よくこれあの、うん、アルビのパッケージで出たりしてるんで。あ、買ったりもしたことある？買ったりももちろん。あ、そう、あとアルビの抽選会で当たったりするんですよ、これ。あ、なるほど。でもよくここまで来たな。いや、すごいすごい。あー、どうなんだろう、これは。わかんない。嗅いだことある気がする。飲んだことあるんでしょ、だって過去に飲んだことあるんでしょ、だってあるんじゃない、嗅いだことは。酔っ払いが首かしげながらビール飲んでる姿映してるだけですけどね。もうちょっと飲んでもいいですか。いや、そうそうそう。だからまあ、その風味爽快にしては飲んだことあるんであれば、越後ビールから行った方がもしかしたら良かったのかもしれないですよね。まあもう今言ってもしょうがないですけど。いや、わかりました。 お出した。じゃあよろしいですか。もう、うん、はい、わかりました。悩んでると思いますが。わかりました。自信ある、これ。本当に最後ですよ。はい、いいですか。はい、いきますよ。私が飲んだのは風味爽快にしてではありません。よろしいですか。残念、ふーちゃん残念でした。終了です。ふーちゃんが飲んだのは風味爽快にしてでした。マジか。あ、鳴ってる。あれ、鳴ってるということで、キキビール終了しました。はい、まあ、でも惜しかったよ、本当に。最後2本まで絞って、だもう動画的にはもうバンバンだよ。グレーのパーカーも買わなくて済んだし、なんかお金使わなくてよかった、本当に。欲しかったのに。じゃあちょっと金輪際、ちょっとね、あの、僕がいいって言うまでもうビール飲まずに、まあ発泡酒かな、飲むとしてもプライベートもね。いやいや、ビール飲ませてくださいよ。そんなに、え、そんなに、やっぱビール好きな人にとってはもうそれも地獄なの、やっぱりビール飲めないっていうのは。まあ、ハイボールとかでの、うん、ごまかすことはできるけど。ガチのやつだね。ハイボールでごまかすって発想がもうガチの人だもん。どうしても飲みたい、飲みたいって言います。じゃあその選んでもらっていいですか。あの、ふっちゃんってあれですよね、電気ビリビリ嫌いですよね。一応あの、僕私物でビリビリペンっていうの持ってるんですよ。いつでも出せるように。どんな私物ですかそれ。ビリビリペンか、じゃあ当分ビール禁止か、どっちか選んでもらうんですけど、一応ビリビリペン今出そうと思えばあるんで。じゃあとりあえずちょっとこれ渡しますわ、ビリビリペン。もし今押すことができて、できたらもうそのビール禁止はなしにします。ビリビリペンしてますよね、よくテレビとか見てて。そこをまあグッと親指を押すと電流が流れます。こっからこうビリッと手にビリッと流れる。押さなかったらもうビールなしです。押せばもうビールなしですね。全然お好きはあります。だらだらね、動画撮っててもしょうがないんで、じゃあもう僕 10秒カウントダウンするんで、カウントダウン以内に押せなかったら終わりにしますね。いきますよ。
10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。